天体望遠鏡の部屋。SV ボニー 50mm ガイドスコープ ZWO-ASI-120MM ミニセットアップ編。2020年9月、以前の動画で反射望遠鏡に搭載した SV ボニー 50mm ガイド鏡に CMOS カメラを取り付けます。 CMOS カメラは ZWO のオートガイド向けのモノクロ3分の1センサー搭載のモデルです。センサーは実物を見るとかなり小さいです。このガイド鏡は焦点距離が 190mm で直進ヘリコイドが装備されています。接眼部はアメリカンサイズのアイピースと同じ 31.7mm となっています。ガイド鏡に挿入すると最後まで刺さりません。ヘリコイドの調整範囲がほぼなくなってしまいます。ガイド鏡の根元は手動スライドできるようになっていて、3センチメートル目盛りが刻まれていて延長できるようになっています。ドライバーとソフトウェアの入ったメディアが入っています。簡易説明書も入っていますが、基本的にはメディア内の PDF に詳細ドキュメントがあります。そこに書かれている手順に従ってドライバーやソフトウェアのセットアップを行います。はっきり言って何がセットアップされているのかよく分かっていませんが、ひとまず指示通りにインストール作業を進めます。付属の USB ケーブルを使ってカメラと PC をつなぎます。 オートガイド用のケーブルはひとまずここでは使いません。まずはカメラとして普通に機能することを確認します。
推奨となっていたシャープキャップ 3.2 というフリーソフトウェアを使ってカメラの動作を確認していきます。何か映っているようですが、フォーカスが全然合っていません。ヘリコイドを回してみますが、フォーカスが改善される感じがしません。いろいろ調整してもうまく映らないので、初期不良かと思ってしまいました。ソフト側の設定が悪いのかもと思いましたが、どうもそんな感じではありません。微動装置を使って明るさが異なる場所へ向きを変えると明るさに反応してはいるようなのですが、全く何が映っているのか判別できません。昼間の明るい時に調整するか、実際に星を映してみないと無理そうです。結局、カメラを取り付ける位置が全然違っていました。カメラには延長管を取り付けないとダメで、想像以上に後ろに飛び出していないとダメでした。手動スライドは3センチメートル完全に伸ばして、カメラは本体スリーブ部分が少しだけ挿入されているくらい、
なので、延長管がないと固定できません。どれくらい挿入するかを決めておかないと、毎回フォーカス合わせに苦労しそうなので、各部の設定位置をしっかりとメモっておきます。